どうもバーンです。今日から別の植え込みのユニットの手入れに関わりたいと思います。それでは作業開始。結構手焼いてます。なんでこんな、ことをしなければならないのかっていうとこですね。何も知らない人が見たら、こんなことしはったん、ひどいわっていうふうにね、思われると思います。でももともとこういうふうになったんですよ、これ。でヒコバエが何本かちょろちょろっと出てるだけです。どう思います、これ。これこのまま残した方がいいと思いますかね。これもそうですね。こんな感じで残しておいた方がいいですかね。ここあの植え込みの角っこなんですよね。よくあの子供が走り回るところですね。で結局これも結局ね、あのここでへし折ってあるんで、ここも植え込みの一番端っこですよね。で泣く泣くもうここでもう切らざるを得ないんですね。で他の人が見たら、何このひどい剪定の仕方、いやもうめちゃくちゃやわっていうふうにね思われるかもしれないですけども、決して、そうではなくて、安全のため、安全第一でこういうことをやってるという証拠を残しておこうと思います。どうもです。このね、勝手に第7ユニットと称している植え込みの塊なんですけども、一番端っこの部分、結構、株が密集してて、今日は5株ぐらいかな、下草処理しました。結構ねここ目立つ部分なんですよね。でここは裏側なんですけども、さっきも申し上げた通り、表側がこれまでの度重なる強剪定によって、ことごとく種木が枯れていて、で、枯れた種木からヒコバエが1ミリほどの枝がちょろちょろと生えていたんですけども、それはもう、クッションにも何も役に立たないので、泣く泣く種木をカットいたしました。で、株全部っていうのは今回も避けられましたけれども、伐採ですね、平戸ツツジという植物ですけども、これは木です。これもカーブがやっぱり、ことごとく、枯れていたらもうどうしようもないですけれども、なんとか、カーブ全部、枝を取るという箇所は免れましたね。まあでもムカデおるな、気持ち悪いな。まあムカデもいるでしょうね、こんな薄草と、
したあのぐじゃぐじゃのね、ジメジメしたところですからね。で、一説によるとこの、下草ですね、下草はあんまり乾燥しすぎない方がいいっていうね、説もあるんですけども、ここはね十分ね、湿度が保たれている、高岩で、地下水も豊富にある場所で、で、いっぱい、木陰もありますし、上、何より上にね、まだ葉っぱがありますんで、この下の部分がカンカン照りになるということはね、なさそうですね。で、今までやってきたとこも確認したらですね、下草がカンカン照りになるというようなことはなかったですね。ただ夏の暑い日照りが続いた時に、下のね、下の根の部分がカンカン照りに乾かないように、こういう、まあ、一般的な処理をした場合、夏のカンカン照りな時は、下のね、ところに水分を補給するために琵琶湖から水をね、バケツで汲み上げてっていうことが必要になってきますね。でもそうですね、そこまでする必要があるのかどうかっていうのはこの土地ではちょっと、こういうね一般的な植栽の状況っていうのを、今までねそんなになかったんでね。ただちょっと注意しないと今まで状況を違うことを作り出していることになってますんでね、そこは注意していきたいと思います。まだまだ第7ユニット果てしなく続きます。あの辺も手強そうです。ではでは、今日はこの辺で。